い、皆さんこんにちは、モーターズの森です。今日ですね、ちょっと前にバタフライシステムさんのジムニーのエアロパーツ紹介させてもらったんですけども、結構ですね、皆さんで簡単に取り付けれるエアロパーツってことで紹介させてもらったんですけども、今回ねハイゼット軽トラックですね、そちらの方のねエアロパーツもあるってことなんで、今回はそちらの方を紹介していきたいと思います。モーターズ、はい、そしたらですね、はい、実は前回ご登場いただいておりますバタフライシステムの荒牧さんです、はい、よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします、はい、前回ジムニーのエアロパーツちょっと紹介させていただいたんですけれども、はい、結構お手軽な価格で自分でも取り付けれるライトなちょっとまあカスタムといいますかと、うんうん、いうことで紹介させてもらったんですけども、今回はなんと軽トラックのハイゼットベースにされてるんですけれども、はい、今回ですねハイゼットでエアロを作られた、なんかちょっとコンセプトみたいなあったりするんですか？ジムニーとは全然違うんですが、はい、ちょっと四駆系のね、はい、上げたり下げたりできる車両で、はい、言ったらもう軽トラック働く車、はい、まあ、そこをね一番に考えてね、はい、邪魔にならないエアロパーツで、なおかつこう走りやすい、かっこいい、ちょっとそのまま機能性を保って仕事もちゃんとできるし、ね、うんうんうん、はい、ちょっと遊び心でカスタムしてみて、はい、またそのライト的な2段目として の、はい、提案する車両が今回軽トラック、はい、ハイゼットもともとちょっとね顔つきがかっこいい部分もあるんで、そうですね、またねこの後期型になって、はい、ハイゼットともう言ったら軽トラのちょっと概念が変わったというか、ものすごくこうビジュアル的に良くなってますので、はい、ちょっと手を加えるだけでね、はい、かなりかっこいい車になると、なるほど、なるということで、はい、まあ、ベースさんはハイゼットを選ばれたということなんですね。はい、そうしましたらですね、うん、まあ、今回もちょっとですね一日よろしくお願いいたします、はい、お願いします、お願いします。はい、そしたら荒牧さん、はい、まあ、早速ちょっとまあもう確実に変わっているフロント面ちょっと紹介させていただきたいんですけれども、ね、はい、上の方から行きましょうかね。はい、まあ一番イメージが、まあ、まあ全体的にイメージは変わるんですけど、はい、お手軽にイメージを変えると、はい、目つきを変えるということでね、このアイライン、これ皆さんね遠目から見ると分からなかったかもしれないですけど、ヘッドライトに、うん、まあ、この部分ですね、一部分ですね、はい、をカバーかぶして、はい、目つきを悪くするということでなるほど、数ある中のヒット商品なんですが、このライトのカバーをちょっとつけるだけでね、はい、かなり車の、まあ全部普通にノーマルでも、はい、これだけでもかなりイメージが変わります、はい、でまあ価格帯もね1万円台なんで、これはありがたい、ぜひ本当に、で両面テープで貼り付けるだけというね、取り付けも簡単、はい、これちなみにこれ車検は大丈夫ですか？そうなんです、これがねまだグレーゾーンで、はい、工軸取れれば OK だよっていう検査場もあれば、はい、もう貼り付け自体がダメだよっていうところもありますので、ね、あ、なるほど、それはお近くのね陸運局、まあ、軽自動車の検査協会に ね、 あ、そうですね、お尋ねいただくか、まあ、はい、簡単なのでもうその時外して通してもらう方が一番早いんですよね。なるほどですね、はい、ということですんで、まあ、その辺はちょっとお近くのところでご相談ください、はいはい、ね、っていうところですね、うん、はい、ありがとうございます。そしたらそのままちょっとグリルの方ですかね、はい、次に流れでいきますね。そう、フロントグリル、はい、なんですが、ちょっと今回ねデザイン上、はい、高さを稼ぎたくて2ピース構成になってます。ここ本来ノーマルのグリルっていうのがメッキみたいなやつですよね。そうです、うん、そう、メッキのカバーがね、はい、ポンと入ってる。でグレードによってはもうメッキじゃなくて、はい、ただただそのデザインだけでグリルになってるみたいな、はい、この車はここにラジエーターとかコンデンサーがあるわけではないので、はい、どちらにも対応してて、はい、まあ、メッキがあるやつはちょっと厄介なんですが、はい、純正のメッキを外していただく必要があるんですけど、なるほど、軽トラックなんでバンパー外すのもものすごく簡単で、はい、まあ、それはどっか の、 動画とか見てもらえばすぐに分かると思います、はい、特徴なんですけど、はい、今回のこのお車 の、 そのコンセプトが、はい、軽トラックじゃない言ったら顔つきにしたくてね、確かに高級感をものすごく上げたくって、はい、かなりこうフィンの数を増やして、もう言ったら乗用車並みのクオリティっていうか、はい、シルエットをねこうちょっと採用してます。確かにインパクトがすごいですね。そうですね、でもうこの厚みのもうライトとあえてこう厚みを合わせつつ、はい、3D の R 形状、はい、純正はここなんだけど、はい、ここじゃ物足りないからここまで合わせてこう全てをね統一感を、ね、合わせてるような感じになりますね。これ皆さんカメラだと見にくいかもしれないですけど、これ実はね、はい、上と下で ね、 ここでね分かれてるんですよ。分かれてるんですよ、2つの構成になってて、はい、まあ、そこがあるかないかでこうちょっとラインが変わってくる。これがね ないバージョンだったらもうちょっとこう細く感じるんで、なるほど、うん、これがあるだけでものすごくこう車の重圧感っていうのはね増えてくると思います、はい、これも取り付けは上はね両面テープだけな
なんですよ、はい、あ、まあまあ下も両面テープだけなんですけど、はい、まあ、さっきも言ったように、まあ、重複するんですけど下はメッキの場合はちょっと外していただく必要があると、はい、ありがとうございます。もうここだけでもかなり顔つきすごい変わってるんで、もうこれだけでもね、あの、はい、全然もう別な車になりますね。確かに、ね、はい、そうするとちょっとじゃあそのまま下の方ちょっと行かせていただきたいんですけれども、ね、はいはいはい、これはね、あのジムニーもそうでしたが、はい、まあ、誰でもつけやすいようにっていう設計も自社なりに考慮した上で、はい、本当にエアロパーツになってるんですけど、はい、実は付け方はフラップみたいな感じで、はい、ものすごく簡単に取り付けができるパーツになってます。もう言ったら純正のバンパーここまでなんですが、はい、もう下から当ててもらって、まあ、はい、穴開けはジムニーと同様あるんですけど、はい、2箇所穴を開けてもらって、はい、付属のボルトの後でここ付けてます。固定するというところですね、はい、向こうもね、はい、そして左右でってことですね、うん、ちょっとこっちに回ってもらったら、はい、このドアのね、はい、上にちょっと開けますね、はい、はいはいはい、ここなんですけど、はい、あー、なるほど、これを最後に固定するだけだ、はい、かなりしっかりしてますね。そうです、これで取り付けは終わりです。横からもうずっとつながってるんですね。そうです、ここまでがエアロパーツになりますね、はい、はい、これあれですよ、純正のバンパーに足してるだけですからね。そうです、そうです、はい、でなおかつこのデザイン上、はい、まあ、軽トラックって熱がこもりやすいお車なんですよ。うわー、ありますね、まあ、ちょっとね、こう塞いでたらエアコンが効きづらくなったりとか、はい、まあ、いろんなことを考えて、はい、まあ、ダクトを3個ね作ってます。おー、ここのダクトは任意でエアロパーツとしてのダクトなんですけど、はい、ここはね、あのつけるところをこういう風にすることによってあえてダクト風に見せてコード一切つけ、あ、純正バンパーなんですが、はい、これがついた完成形としてはダクトになってるんで、はい、まあ、これだけでもね、ちょっと全然空気の流れなんかも変わって、はい、ダクト風に見えるってことですね。そうです、あとはこの分厚さもあるし、このダクト風になるので、はい、ちょっとスポーツに振ってもまた面白いし、いろいろこう遊べるかなと思うデザインになってます。基本純正に達してるだけですんで、そうです、バンパーごと変えるとかそういった大きなことはありませんので、うん、まあ、うまく自分で取り付けれる方とかやったらもう工賃もいらないで、いらない、自分で取り付けれるレベルの取り付け方になってます、はい、なるほどですね、はい、まあ、もちろんあのジムニーの時もそうでしたけど、はい、もちろん塗装していただいて、そうですね、送っていただいたりもできますんで、はいはい、コストがかなり安く、はい、カスタムっていうのができるのかなっていうところがすごくやっぱバタフライシステムさんのところの大きな特徴ですんで、そうですね、ちょっとそのまま横の方行きましょうか、はいはい、そちらですね、でこちらがサイドの方になりまして、ね、もちろんフロントからの先ほどの流れで、うん、そこが横下の方はここですね、エアロパーツがつながってきてますよね、はい、でそこからのオーバーフェンダーはこれは、あ、オーバーフェンダーは他社さんのオーバーフェンダーなんですが、はい、なるほどですね、はい、ちょっとデモカー製作で、はい、あの雰囲気作りで雰囲気出してるというところですね。でここからなんですけど、はい、今までに、はい、おそらくあまり見たことがないでしょう、サイドステップっていう認識なんですが、あ、はい、まあ、通常の車だったらここからリアのね、あの、はい、タイヤまでこうずっとサイドステップがよくある話なんですけど、はい、パネルがあったりとかって、だからこの軽トラック の、はい、このキャビン前だけはこれをつけてある方はよく見るんですけど、はいはい、エアロパーツをね、そうですね、ただねここのねつけてる方ってもうほぼいらっしゃらない。おー、うん、確かに見たことないかもしれない。あの、まあ、つけてある方はもう大きなパネル、はい、サイドパネルをもう後ろまでドーンっていく感じ で、うん、でかなりフルメイクされる、フルカスタムされる方、はい、ちょっとそれだったらね、あのちょっとお仕事に支障があったりとかね、まあそういったのもあって、まあ前だけだったらそのまあそこまで支障なく、はい、ドレスアップできるかなと。ただ横から見た時にね、これがね急にないとね、もう純正この辺なんですよ、はい、なんか段差がボンとできたような感じで確かに流れがちょっとなんかそう、あまりこう完成してない未完成の状態にものすごくちょっと違和感を覚えたんで、はい、もうサイドステップを作っちゃえと。まあ本当はね全部揃えていただきたいんですけど、ひょっとしたらもう今前つけてる方もいっぱいいらっしゃると思います、はい、物足りないからここだけつけてもらうっていうのも全然ありだと僕は思ってるんでね、まあ、本当にこの一つあるかないかで、いやもう横からの、うん、はい、雰囲気が流れがこう、はいはい、やっぱ違いますんで、はい、新しいそうですねエアロパーツというところですね、はい、ありがとうございます。これはもうこっちの後ろのやつもまあ取り付けは簡単にできるような感じで、そうです、上両面テープの、はい、あとはねサイドステップの下にあの小さな板が出てるんで、はい、そこにちょっと穴をほがしてもらって、はい、下本ちゃんで止めてもらって上はかあの固定用みたいな、なるほどですね、うん、はい、なので2箇所止めるので、はい、まず飛んでいくとか、はい、そういったことは一切ありません。純正にまあプラスアルファっていうカスタムができるっていうのはすごくあの取り組みやすいかなと
というところですね、うんうん、カスタムしやすいのがねやっぱ一番いいですからね。仕事で使うけど、はい、ちょっとかっこよくしたいよっていう人にはもうぜひ持ってこいって思うような商品なんで、なありがとうございます。あとはもう一つ、はい、あとはもう一つちょっと上に行きますが、はい、当社のねちょっと、はい、遊び心で作った商品になります。はい、これジャンボ用なんですけど、はい、後ろにねこのクオタガラスって、ちっちゃいガラスが入ってるんですが、もともとこんな長いんですよ。でなんかこう窓ガラスのバランスがアンバランスでなるほど、まあちょっと遊び心でやってるんであれなんですけど、はい、まあここいらのラインを合わせながらですね、ちょっとおしゃれに人とは違いますよと。確かにカメラちょっと見にくいかもしれないですけど、うんうんうん、あのパネルがこうガラスの窓から、そうですね、ここに窓の上にかぶさってるような感じで、はい、フロントのガラスの流れからのカットラインを入れてらっしゃるんで、はい、まあ、ちょっと面白いですよね。そうですね、っていう感じですね。ありがとうございます。モーター、はい、そしたら天木さん、はい、まあ、今回ちょっと HiZ のエアロパーツで、はい、まあ、フロント面とサイドで、まあ、後ろの方はなかったんですけど、 なんかあるんですか？コンセプトが、はい、やっぱ働く車を働ける車にしたいので、はい、まあ、今回はその前回りだけちょっと制作を行いました。あ、そしたらまあ煽りの部分とか荷台の部分はもう仕事でガンガン使うから、はいはい、ちょっとまああえて制作してないよと、はい、そうです。フロント面だけでいかに存在感を出せるかというところ で、はい、でまあ、エアロパーツができてますと、はい、いうとこですね。ありがとうございます。ちなみにこれは HiZ は前期後期、はい、実は前期もあるんです。ライトとかが全然違うので、はい、もう全く別物なんですが、はい、ジャンボだったらサイドは共通、はい、フロントはあの前期用、はい、であのグリルはあの元々ないので、はい、アイラインとグリルをカバーするようなパーツが前期で出してます。画像を見てもらえば。あ、そうですね、はい、今インサートで入っているところを見ていただければ、はい、っていうとこですね。あとは他の軽トラの車種あったりするんですか？はい、それなんですが、はい、これもあの最速なんですけどね、はい、情報、実はスーパーキャリー、はい、スズキの、はい、それを今制作している途中ですね。そうしましたらですね、はい、キャリーの動画ですね、ちょっとまあ見てください。はい、よろしくお願いします。はい、続きましてはキャリーの紹介をさせていただきます。作りましたパーツでいうと HiZ と同じフロントアンダーフラップスポイラー、それから、フロントグリル、それからアイライン。このアイラインはこちらの HID のヘッドライト専用となりますのでご注意ください。横に行ってサイドステップ、ちょっと HiZ より結構長いです。そのまま上に行って、HiZ と同じ感覚なんですがウィンドウカバー、この合計 1,2,3,4,5 点を作らせていただきました。それでは早速あのまずフロントフラップ、こちらも、HiZ と同様に取り付けの容易さも考えながら作らせてもらってます。取り付け後ですね、あの、まあ、フロントにこう大きなダクトが入るようなデザイン、それからまあ最初からの両方にダクトが入ってるようなエアロのデザイン、この車のラインがねつながるような感じでデザイン意識して作っております。取り付け方法に関してましては、風切りのモール、アンダーのモールを外してもらったらですね、そこに穴が出てきます。1箇所1箇所を流用してまず位置決めをしてもらいます。ここはあの穴をほがしていただきます。であとは横にこのドアの内側なんですけど、これはですねちょっと鉄板に穴を2箇所ほがしていただく必要があるんですが、付属のボルトとナット、まあ、比較的簡単に取り付けができるパーツ開発をやっております。誰がつけても同じクオリティが出せるような製品生産をやってますので、どうぞこちらもねチャレンジしてみてください。で次にフロントグリルですね。デザインのコンセプトは HiZ とあまり変わらない感じなんですが、ライトが縦目なんでちょっと横長でボリュームがかなり出てるフロントグリルになってます。取り付けはですね純正の、まあ、フロントグリルの上、まあ、この部分にですね、まあ、両面テープで貼り付けるだけというシンプルな取り付け方法になってます。アイラインですね、1個でかなりこう印象が変わるパーツになってまして、両面テープだけで取り付け、まあ、こちらももう塗装済みの商品も用意しておりますので、ちょっと変わらせたい、いかつくやりたいなっていう人はどうぞこちらをね選んでみてください。で次に先に上からいきますね。ウィンドウカバー、まあ遊び心があるようなパーツなんですが、まあちょっとねデザイン的にもし気に入っていただければこちらもいかがかなと思います。で今回の売りですね、 HiZ と同様
キャビン部分だけのフロントの延長を後ろの方まで伸ばすサイドステップですね。あの前からのつながりが後ろまで綺麗にこうスタイリッシュにこれで決まってくると思いますし、まあハイゼットもそうなんですけど、フロントを今あの別なところをつけられている人でもですね、ちょっと後ろが物足りないっていう人はこちらをですね使ってみてもらうとですね、まあ全体のバランスがまた良くなったりすると思いますので、ぜひこちらもですね使っていただければなとは思います。当社バタフライシステムの出来立ての新作エアロでございます。モーターズ、はい、そしたら荒牧さん、今キャリーの動画も流れさせていただいて、はい、はいはい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます、はい、まあこういったあの車両のラインナップも増えてますんで、はい、でまあ、今回ハイゼットに関してはもう正面からのインパクトがもうとにかくすごい。そうですね、はいはい、低価格でこんだけインパクトを出せるのはまあ本当にありがたいかなと思います、はいはい、でまあ、あの価格帯とかもざっくりどんなもんなんですかね。ちょっとジムニーよりはもうやっぱり大きい分ちょっと上がっちゃうんですけど、はいはい、フロントもグリルも4万円台、まあ、アイラインは先ほど言ったまあ1万円台、はい、なんで、はい、まあ手軽に扱いやすいところから扱っていってもらって、はい、もう全部入れても10万円ぐらいですかね。そうですね、はいはい、うん、でまあもちろん自分で取り付けできるぐらいのレベルですので工程もいりませんの で、はい、塗装込みぐらい、塗装込みだったらまああのプラス1万5000円とか2万円とかそれぐらいになりますね。はい、ですので、まあ、それでもかなりコスパはいいと思います。確かに、はい、ですのでまあ皆さんね、結構あのライトなカスタムをするっていう意味では、はい、今回すごい良かったんじゃないかなっていうところですね、はい、いやいや、ぜひ本当にライトなんでやっていただきたいですね、はい、っていうとこですね、はい、ありがとうございます、うん、そうしましたらですね、今日の動画良かったよって方、高評価ボタンとチャンネル登録をバンと押してください、はい、バタフライシステムさんの詳細に関しましては概要欄の方に貼っておきますので、そちらをご覧ください。そうしましたらまた次の動画でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。いや荒牧さん、もっといろんな車種作ってくださいよ。いや作りたいんですけどね、はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。